非情報系学生の方の話で言うと、まず押さえておきたいのが、情報系学生の方っていうのは基本的に非常に専門性が高いところに志望する傾向があると思います。例えばその専門性が高い領域っていうのは何かっていうと AI、VR、AR、MR、IoT みたいなところの技術的に非常に専門性が問われるような領域に対して志望度が高い傾向にあると思います。非情報系学生の方っていうのはもちろんこういった領域に行けるのか行けないのかって話じゃなくて、こういった領域においてはやはりしっかりとした基礎学習をしてきた方の方が強いということをまず1個押さえた方がいいと思います。ただ一方で IT 人材の不足がやっぱ顕著だと、より一層デジタル人材が必要になってくるっていう状況の中で、やはり学生新卒であったりとか、まあ今学生の方が若い方です、企業においてものすごく欲しい人材ではあるんですよ。まあ、結論で言うと、そんなに心配しなくていいよと、しっかりやってれば就職できますということになってしまうんですけど、これだけだとちょっと薄いと思うんで、もうちょっと補足をします。じゃあ何をしなきゃいけないんだっていうと、まあ、いろんな経験ができる時期だと思うので、ここでちゃんと学生最大の武器を生かしておくっていうのもすごく重要だと思います。それ何かっていうと、人に会いやすいっていうことです。今学生の方はもしかしたらそこまで会いやすさっていうのを感じないかもしれません。だけども社会人同士になると、お互いに、まあ、それが意味があることなのか、会う理由があるのかっていうことを作っていかなければいけないっていうのが社会人同士の出会いだと思います。だけども学生の方っていうのはもう無条件で、まあ、ちょっと会いましょうと、ちょっと話聞くよと、ちょっと相談受けるよっていう方も非常に多いと思います。これやっぱ若さの特権だと思ってて、何も知りませんと、何も分かりませんっていう状況の中でどんどん飛び込みやすいということが学生のタイミングっていうのは絶対あると思います。なのでここをまずしっかりと認識するのが大事だと思います。じゃあどういった場合があるのかっていうと、まずアルバイト、インターン、ここは欠かせないところだと思います。でこれなんでかっていうと、このビジネス面っていうところにかかってきます。例えばお金をもらうっていう形のアルバイト、まあインターンでも業務を経験するっていう形、まあ、つまりは実際に例えば技術を使ってなのか、まあ、もしくは自分の IT 的な何かを使ってお金をもらうってことは一体何なのかっていうことに向き合える時間で、その向き合ってる中にはいろんな人たちがいるわけですね。いろんな方々の中に飛び込んで話を聞くっていうことができる体験っていうのは企業の中でしかなかなかできなかったりするので、ここは本当に率先してどんどん動いていくべきだと思います。その中でビジネスって何なんだ、こういうふうにお金生まれてるんだとか、あ、こういうふうにしていくことでやれるんだっていうふうに分かってくる、ノウハウも吸収できる。でそこで結局学生起業するっていう方も、まあ、多くいらっしゃいますね。実際に社会人と出会って、まあ、そこでヒントを得て、まあ、学生起業するとかっていう方も結構多かったりするので、ここでまずちゃんとビジネス面、結局何がしたいんだろうねっていうところも見つめ直すためには、アルバイト、インターンっていうところをちゃんと活用するっていうのはすごく重要だと思います。で技術面においては、まあ、ハッカソン参加したりとか、そういったところに参加してみて、どれぐらいの技術レベルの人たちがいるんだっけっていうところを見てみると、でその人たちに、もしくはそのコミュニティに属しているレベルにおいて、どういうふうにしていけばそういうレベルになるのかっていうのを吸収していく、まあ、つまり逆算して考えていくっていう体験をするにしても、まあ、人と出会ったりとか、まあ、全体のレベルを知るっていうことをしていかないと、逆算したものっていうのはできません。人と出会いながら、もしくは情報をちゃんと取りながら、そこに対して自分が何を今しなきゃいけないんだろうっていうふうに考えながら学習していくということがすごく重要になります。学生の方時間非常にあるので、まあ、いろんなことに手出せるんですね。でいろんなことに手出してやっていくとですね、あっという間時間なくなってしまって、いろいろ焦ってくるんですよ。あれこれやってていいのかとか、このままでいいのかって話でどん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 心配になってきちゃうと思うので、できる限りやっぱり人と会ってどういうレベルが必要なのか、そしてどういうふうなことをしなければいけないのかってことを自分で考えてやっていくっていうふうにしてやっていかないと、時間あっという間にやっぱなくなってしまうので、ちゃんとこう逆算してやっていきましょうということです。まあ、基本的にそんな心配する必要はないと思っています。なぜなら人がものすごく少ない状況の中で、これからそういったところにどんどん入ってきたいって人は必要になります。特に物を作っていく、サービスを作っている人の人材不足というのもものすごく顕著に出ていますので、そこに対しては自分が飛び込みやすい状況にあるというふうに考えていくと思います。ただその中でどういうふうに自分考えてやっていけるのかっていうのが非常にここは重要になってくるので、ここをちゃんと活かした上でやっていくということが重要になると思います。最後を止めますと、大きく3つのポイントがあると思っています。1つはシナリオをしっかり描いておくっていうことです。これはやっぱりコロナの影響があったりとか、まあ、景気の影響があったりとか、外的な影響っていうのはまだまだこれからわからないというところがある中で、いろんなシナリオを持って、まあ、長期戦短期戦のシナリオをどっちも持っておくっていうことが重要になってくるんだろうなと思っていますっていうのが1個です。もう1個が、今変革の時期にあるってことを意識するってことです。今までは事業会社っていうところにエンジニアが入っているっていう状況がまだまだ少ない中で、それがどん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 必要性が増していって、まあ、そういう形もどんどん出てくる。今まではなかった就職先、今まではなかった価値っていうのが絶対生まれてくるっていうのがこれからになるので、そこをちゃんとキャッチして、でそしてそこに対して自分が何を出せるのかってことを考えておく。ここが2点目の重要ポイントだと思います。で3点目に関しては、やっぱ全体的にですね、人材不足している、でも人材不足しているんだけども、そこに対して必要なスキルセットっていうのが、専門性だけではなくて事業に対しての理解力、この2つがないと
そもそも IT 人材の不足であったりとかっていうのは解消されないんですね。単純にプログラミングかけますっていうだけではなく、そこだけではやはり問題解決に至らないので、ちゃんと事業であったりビジネスであったりところに対してもキャッチをしていきながら、その中でどういうふうな価値を自分が出していきたいんだっけってことに集中していくということが必要になるんじゃないかなと思っています。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。